プドヘパは、紀元前13世紀のヒッタイトの大王ハットシリ3世の、非。プドヘパについては、不明なことが多い。その名前が最初に言及されるのは、ヒッタイトの大王ハットシリ3世の文書でのプドヘパ、との結婚の記述である。プドヘパの父ベンティプシャルは、キズワと名にあった、ラワザンティア氏のイシタル女神の神官であり、ハットシリが信仰していたサムハ氏のイシタル女神と、 密接な関係にあった。プドゥヘパやその父の名はフルリ語である。プドゥヘパは自身をフルリの女神へパトの召使いと形容しており、またアリンナ氏の太陽女神に愛されたものともしているため、若い頃神官としてパトに仕えていた可能性が高い。王妃になる際もアリンナの太陽女神のカゴがあったといい、ヘパトと同一視したアリンナの太陽女神に仕え続けた。 ただしこの同一氏がプドゥヘパだけによるものなのか、あるいは当時一般に行われていたのかは不明である。王妃として夫であるハットシリに大いに協力した一方で、それぞれが独自の行動をとっていたようである。人事や子供の養育に傾注する一方で、筆体との政治や外交にも参画した。 エジプトのラムセス2世をはじめとする外国の大王に宛たプドゥヘパの手紙が数多く伝わっており、ラムセス2世はプドゥヘパを我が姉妹、ハットシリを我が兄弟と呼んでいた。また大王のみならず王妃の名が記された土地造予文書や印象が残されている。プドゥヘパは夫よりも長生きし、ヒッタイトではよくあったことであるが、息子トゥドハリア4世の時代にも、 タワナンナとして君臨した。ありがとうございます。